塾女会議かっこかり。今日は岡本さんからクレームです。今日は腹立つことがあったんですよ。私朝、昔お世話になった方から、はい、何年かぶりですよ、もう5年ぶりぐらいに電話来て、はい、出れなかったんですよ、電車に乗ってたから、はい、それで留守電聞いたら、はい、すごく怒ってらして、はい、君みたいな真面目な子がそんなことをするなんて思わなかったみたいな。何したのあなた。いやだから私何したのかなと思って全く連絡取ってないから、うん、何したんだろうと思って焦ったら、脱いだりしたの映画で。違う、離婚してたことを怒ってらっしゃった。え、夫婦の問題だからね。離婚って去年ですよね。だいぶ前ですよね。だいぶ前でも今知ったんだよ。で今知って、うん、去年ですって言ってそうみたいな感じで、そしたら君はみたいな、うん、君はそんな子だと思わなかったって言って怒られたの、うん、それで、いや、いいっすよ、いいっすけど、うん、すごく理不尽な気持ちになって、はい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 、ここに来たわけですよ、うん、今日。そうねー、うん、初めて怒られた。しかも留守電に入れんのって嫌だよね。そうでしょ。ちょっと離婚はダメだ、離婚は悪いことだとかって変な固定観念持ってる人って珍しくないですか、うん、これがさ、うち違いますよ、うちは違うけど、万が一さ、相手のさ、DV とかさ、相手がひどいことしてとかだったらどうすんのかね。あ、そうですね、なんだか表面的な発言じゃないですか、内部事情本当わかんないじゃないですか。そう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 、なんかその方で、でもね、心の中で思ってる人はいるかもしれないよ、私の周りでも。でも言われたの初めてだから、ちょっとショック。でもそう、分かんないから、本当に離婚って。私も離婚してるから、うん、分かんないよ、ね、だから結局さ、恋愛事とかさ、うん、男女のことなんて本人同士しか分かんないじゃん、うん、分かります。え、分からない。分かる。いや今妻飛んじゃった話。え、何やかが悩み事を見せ場にしてると女の子がさ、恋愛とか来るじゃないですか、うん、でも私乗らないタイプならね、うん、だって一方的な発言しか知らないの、うん、こっちも聞そうだ、ね、聞かないけど、ね、こっちも聞いてからじゃない、ね、だって自分に脚色してるわけですよ、酔いまくって、うん、だから、そうなんだ、はい、さよならみたいな、うん、悩みとかに言うのやろ、岡田に。私もね、私もね、そっち派なのよ。でもそうするとね、冷たいって言われるのよ、ね、聞いてあげるだけ。聞いてほしいんだよ、多分。いやでもそういう方に限って話に落ちがなく、うん、なんていうの、永遠だから。ないよ、女の子の話って落ち。なんで女の子の話と違うの。いやだ、一人いたの、本当、うん、なんかね、女の人と落ちないよ。嫌いな子なんじゃないんだけど、その子は、うん、今日ね、朝起きてから始まって、うん、会社、あの、家何時に出て、会社に着いて、うん、どうどこ、いつまで喋んのこれ、それでみたいな。その話どこが面白いのかなと思ってきゃあるよね。気づかないのかしら、ああいうの。私たちさ、そうじゃなくて、私たちはちゃんと一応落ち着く。一応なんか下手でも、うん、なんか喜んでもらおうみたいな。いや、一応大丈夫、あなたも。大丈夫。でもさ、だからみんなそういうこと考えてないんだよ。普通はいいのかしら、ああいうので。だから女の子同士で喋ってるの聞いてると、うん、そういう話をそれぞれが全く脈絡なくしてるよね、うん、私たちさ、なんか喋りながらさ、うん、あ、今喋り下手すぎるって落ち込んだりするんじゃん。そう、落ちる。もちろんもちろん、今の締め方良くなかったとかね。そうそう、プライベートでも。あと最後のいいとこで噛んじゃったとかね。そう声小さかったとか。そう、だからなんかあんまり面倒くさくなったりするんですけど、あのらすごい楽だった。だって、あの今日これ食べて、でもここ食べたんだけどお腹がなんかどうのこうのでとか、みたいな。あとね、私の知り合いとかいつも言うんだけど、なんか面白くてさって話を始める人がいるの。で、面白くてさってすごいハードル上がるじゃん。そう、あれはね、あのこのあなたが、うん、その離婚ですよ、うん、さんま御殿さん出た時の、うん、あの貝殻の人が、うん、さんまさん振られて、面白い話があって あるんですけどって言っちゃって、うん、旗で見ながら、武田久美子さん、ハードル上がってるってね。大してね、さんまさんがちょっと面白くしてくださったんだけど、うん、そう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 、ダメだよね、なんで。でもいるのよ、本当に口癖でちょっと面白い話があってっていう人がいるの。でもそうすると期待しちゃうじゃん、期待しちゃう、自分で自分のハードル上げてるの。そう、知らないのか。でもそれでもあんま面白くない時に ね、面白いでしょって言われると、うんって言っちゃうけど。とにかく女子が多いよね。優しい、私そうでもないとか言っちゃうかも、うん、私言えないから。私たち言えないの。言えないのよ。すごいつまんない話も。私もいつだったか、知り合いの方に、うん、友達だった人に、うん、坂本ちゃん、誰々さんがあなたのこと嫌いって言ってるわよとか言われたりとかしてて、ね、それ言わなくていいよね。それでなんかちょっとへっと顔すると、でもそれこれはね、坂本ちゃんのためを思って私は言ってあるのよとか言うんだけど、うん、そう、だからもう、例えばだからこうした方が絶対いいよってなったらいいけどさ、うん、それだってその人の性格が本当、友達とか知り合いならば、こういうこと言ったらダメだな、落ち込むなとか分かるじゃないですか、うんうんうん、それ大人のルールだよね、うんうん、あの私はね、親しき中にもちゃんと礼儀距離感を保たなきゃいけないって。そう思う。
全部喋っちゃう迷惑なわけですよ、うん、自分の悩み。だからあれはなんだろうね、だって言うことによってさ絶対相手が嫌な気分になるって思わないのかな、その方は。そう、女子校出身とかなんじゃない。でも女子じゃないじゃんそれ絶対。相手女子じゃないでしょ。違うんだ。男子女子謎なの。ハーター女子か。半分系なの。半分系でもいるんだよね。なんかその言っちゃいけない一言を平気で言っちゃう人いるの。いるのよ、うん、そういう人と。でもそういう人が周り多いから、うん、こういう人もいるんだって知ったけど、うん、それまで私知らなかったから、うんうん、なんでこの人こう言うんだろうみたいな、うん、びっくりした。なんでみんなこの人のことを苦手と思わないのか思っちゃう、うん、苦手と思ってるけど付き合ってらっしゃるのかしら。やっぱだから周りが大人になってあげてんじゃない、うん、でも付き上がるです増長する、うん、そうだから本人は全く知らないまま、うん、でもそう教えられたら逆に、いやそこまで言って言えるよね、うん、私無理だ。あなたのためもって言うけどね、岡本さんが嫌いって言ってたよって言う。やだそれ。そうすると裏あのその人がお互い言うの、お互いあの苦手がなんかちょっと苦手なんだって俺が嫌いって、ね、うんうん、そのこと言葉で一つだから伝わってきちゃうと、うん、もしかしたらそういうニュアンスで言ったかじゃないかもしれないだろうから、うんうんうん、こっちの人が苦手になっちゃうって、うん、あった時みんな苦手になっちゃうよね、うん、そしたらね空中分解して一時期落ち込んだもん、人に会うの怖いみたいな、うんうん、それはでもちょっとでもね、なんかね、私もそうだけどさ、出る釘を噛んじゃった。ほら、いいとこで噛むなよ。出る釘は打たれるとかさ、あとね、人気商売の人は好きな人もいれば嫌いな人もいるから、うん、なんか気にしなくていいんだよ。一応芸能人だから。そうよ、一応芸能人2号だから。いやいや、うん、2回目よ、私たちのこと言っちゃう芸能人。そう、本当よね。なんかそう思って、そうよね。だから、本当今そうだけど、一応。まあそうなんだけど、だからこれは私たちもいけないのよ。ここでさ、ちょっとひどいこと言わないでよって言えない。だって自分のこと言ったの。そうなんだよね。自分のこと言ったの。これでほら、なんかレギュラー持ってさ、カチンとか取れるけど。聞きれない、シュンってしちゃう。そうよ、あなたね、タレントさんに向かってね、一応やめといたらいいよ。自分のこと、私たち、自分のこと、私たちだから許されるけど、親友だから怒らないけど、他だ怒るよ。他だって